では今日のズーム対談ね、よろしくお願いします。速稼塾の久保です。はい、浅間です。よろしくお願いします。はい、で今日は皆さんと一緒にね、こうなんですかね、話し方コンサルティングの浅間さん、浅間さんと呼ぶすればいいですかね。はい、浅間でいいです。はい、じゃあ浅間さんよろしくお願いします。ではね、早速なんですけども、浅間さんのことをご存じない方もいらっしゃると思いますんで、自己紹介の方をお願いします。はい、皆さんはじめまして、話し方コンサルティングの浅間と言います。もうちょっとあの自己紹介長く取っちゃって大丈夫ですか。自己紹介はそうですね、出身地もしくは今お住まいのところ、そして普段よくされている活動もしくは趣味特技、そして最後にですね、なんですかね、視聴者の皆様へ、自分の特技をね、お話しくださればいいと思います。わかりました。はい、来月で50歳で、住まいは埼玉です。埼玉越谷ですね。で、まあ、人生というか社会人27年ぐらい経ってますけれども、その半分が営業をしてました。お、あとは教育関係ですかね、あと人材育成とか、はいはいはい、人に携わることが好きだったりします。で、得意分野としては、あの去年立ち上げはしたんですけれども、あの話し方、まあ、あの書いてありますけれども、あの話し方、話すのが苦手な人とか、営業でなかなか実績が出ないとか、今落ち込んでるとか、こうやってあのライブ配信をしてるんだけども、なかなか人気が取れないとか、人前で反応が薄いとかっていう方用に、こういうふうにしたら自分自身の魅力を立てながら、あの反応を上げることができますよっていうことを、あのサービスとしてお伝えしています。なるほど、はい、そうすると話し方のコツで人に注目されたりとか、大勢の方が耳を傾けたくなるような話し方が、はい、あのご指導いただけるってことですね。まあ、ご指導っていうとちょっと固いですけれども、はいはい、お伝えしていきます。はい、ちなみにですね、今話し方のコンサルティングという形で、はい、ご紹介いただいたんで、ちょっと一点聞いてみたいんですけども、はいはい、話すのが得意な方と話すのが苦手な方っていうのは、どこで大きな差ができると思いですか。はい、いろいろよ、まあ、性格とか、いろいろ要素あると思いますけれども、場数を踏んでないとかあると思いますけれども、一言で言うならば、準備だと思います。準備、はい。準備。はい。そこだけだと思いますよね。はい。苦手な方もある程度準備して、この辺まで行けば、自分の及第点は取れるなっていうのをセッティングしておけば、やりきった後に、まあ100点じゃないにしても、伝えたいことは伝えたかなっていう、はい、自己満足の世界があると思うんですよね。はい。で、それを、で、及第点70点だったのを、次回は75点にどうやっていくか、80点にしていくためにはっていうことをレベルアップしていけばいいだけだと思うので、はい、そこだと思います。準備。じゃあ、準備の中で、これはやっておいた方がいいよっていうのを一つ挙げるとしたら、どんなものがあります？二つじゃダメですか？二つじゃダメですか？二つ行きましょうか。ごめんなさい。はい。一つは、台本作りですね。はい。台本作り。で、二つ目が、その台本の、なんて言うんでしょう、まあ、トレーニングというか、練習というか、この二つですね。はい、というと、台本はご自身で書かれるケースが多いんです。それとも台本を書く方がいるんです？当然、私個人の部分は私が作りますし、サービスとして提供する分は、極力その方の個性を生かして、山田さんっていう方に対して、私、あざまの台本を作ったら全然すれ違いが起きるので、山田さん自身の個性が生きるような、まあ、台本というか、その人のキャラを中心とした手直しっていうんでしょうかね。盆栽でいうところの余計なところを削いでいく形にしていくサービスになってます。はい、ありがとうございます。まあ、いろいろとね、話すのが苦手な方っていうのは、そもそも台本が書けないんだよっていう悩みもあるかもしれませんので、その辺もこれからゆっくりご指導いただけると思うんで、楽しみにしております。はい、はい、じゃあ今日の2つ目の質問なんですけども、はい、浅間さんはすでにリアルでたくさんの活動をされてることは分かる。ちょっとごめんなさいね。失礼しました。可愛いですね。はい。
浅間さんネット活動にこれから入られる部分があると思うんですけども、はい、ネット活動でね、すでにされてる部分とこれからしていきたいなと思うこと、これ一つずつ挙げるとしたらどんなことがあります？そうですね、今まで、まあ、SNS は全般的にやってるんですけれども、なかなか、まあ、実績っていうか反応っていうか、そこでの営業はなかなかできてないので、やっぱり動画、うん、とコンテンツ、まあ、動画を含めたコンテンツですよね。はい、をしていきたいなと思ってます。はい、もうすでにね、私は YouTube の方をいくつか拝見したんですけども、そちらの方をもうちょっと伸ばしていくって感じですかね。はい、ご覧いただいたのでお分かりかとは思うんですけれども、顔出しをしてないんですよね。はい。今、兼業でやっているので、まだちょっとまだ出せてない状態で。ほうほう。本当は顔出してやりたいなっていう思いはあるんですが、どうやって顔出しをせずに反応を上げれるかっていうのはちょっと一つ、だなと思ってます。うん、なるほど。で、リアルでは当然ですけども、顔出しというか目の前に人がいるわけですよね。まあ、ですんで、はい、結構な実績を取られたと思うんですよ。でも今度、顔を出さないとなると、コミュニケーションの半分、もしくは半分以上が失われた状態ってなってきます。そこにハンデを感じたりします？はい、します。うん。します。最近ではですね、耳学問といって、音声で学習する方が多いみたいで、はい、音声コンテンツが出てますけども、そういった方向を考えってことですかね。あ、それも考えてます。うん、うん。なかなかどれを使えばいいのかなっていうのが、分かってなかったり、分かっていても活用できてない部分があるので、これからっていうところではあるんですけど、うんうん、はい、考えています。うん、うん。はい、ありがとうございます。とするとですね、今日3つ目の質問になるんですけども、はい、これから解決したいことっていうのは、どういったものになります？うん、本当は、ちょっと前もって考えていた答えは、集客と実績作りって思ってたんですけど、はい、今、お話を教えていただく中で、やっぱり思ったのは、まずは動画制作かなっていう。うん、まあ、あと音声コンテンツ制作。はい。うん。かなっていうふうに思いました。うん、うん。具体的にはどんなテーマで話されることを考えてます？なんか、下手にいろいろできることがあるので、あちこち手をつけたりもするんですけども、うん、やっぱり新人さんとか、さっき言いましたけど、今伸び悩んでいる営業マンに対して、ちょっとしたコツ、あと新人の時に気持ちを戻して取り組んでもらいたいこととか練習方法とか、はい、うん、っていうのを言葉でちょっと熱を入れて伝えていければいいかなと思ってます。なるほど。はい。新人さんが一番最初につまずくコミュニケーションのちょっとウィークポイントっていうのがありましたら教えていただきたいんですけども。ごめんなさい。やっぱりこれ二つあると思うんですけれども、うん、社内と社外とあると思うんですよね。はい。で、普通に考えると社外のお客様、うん、コンコン、こんなことをやってますけれどもっていうことに対する、ちょっと尻込みとか、はい。怖い人が出てきたらどうしようとか、うん、約束があったとしても、怖い担当者だったらどうしようかなっていう、そこをまず乗り越えるのは大変だと思うんですよね。はい。で、社内においては、先輩に怒られたらどうしようとか、うんうんうん、言われてる課題、宿題をやってないけれどもどうしようとか、うん、その辺が、本当に次元としては低いんですけれども、はい、まずは第一の壁っていうか、ハードルかなと思ってます。あ、なるほどね。じゃあ、主には、会社員さんに対してのコンサルティング、話し方コンサルティングってことでよろしいですかね。あ、すいません。そこをちょっときちんと伝えてなかったんですけれども、基本的には B2C なので、はい、個人のお客様。あ、個人フリーランスと。はい。ね、はい。あ、なるほど。のアドバイスになってます。あ、なるほどね。はい。今、ちょっとすいません。今聞いたところによると、社内と社外ってことだったんで、会社員さんをイメージしちゃったんですけどもね。すいません。フリーランスって完全に。はい。はい。はい。あ、なるほどね。あ、となるとですね、ちょっと次にしようとした質問がちょっとずれちゃうんですけども、とりあえずさせてください。すいません。会社員さんって少なくとも面接を突破してきてるんでコミュニケーション得意だと思うんですけども、そこについては何かお考えられます？前もって今用意していた答えっていうのはないんですけれども、うん、今聞いてる中で、やっぱり面接っていうのは
準備ができるんですよね。ほうほう。うん。担当の方とか、はい、ネットを開けば、こういう受け答えをするんだよっていうマニュアルを自分なりに答えを作って、で、実際に面接に当たると思うんですけれども、はい、やっぱりそれに対しての同じように、お客様に向けての準備ができてないんではないかなっていう。だからそれで、面接は通ったんだけれども、お客様の前ではちょっと尻込みをしてしまう。ああ、なるほどね。野球選手でいう、100回素振りをした選手と1000回素振りをした選手では、うん、能力的にはそんなに違いはないんだけれども、うん、自信の中で、うん、自分はこれだけやってきたんだっていう自信があるからこそ、自信を持って目の前に立てる、はい、目の前に立てるっていう、その辺の違いじゃないかなと思います。あ、なるほど。はい、面接に、そう、確かに面接に行く前っていうのはいろんな準備をすると思います。うん、ですんで、面接には通りやすいと思うんですけども、でも片っぽでは話一番最初に戻ると、まあ、コミュニケーションには準備が大切って言われたんで、準備をしていいんじゃないかなっていうふうな気がするんですけども、ちょっとそこは私の考えが違うんですかね。はい、そうですね。準備も質と量があると思うんですけれども、当然、お客様の前ではこういう対応をするんだよとか、こういうことは言っちゃいけないよとか、見られてるのにはきちんととかって言われると思うんですけれども、はい、じゃあそれを何回も何回も何十回も繰り返して、お客様に当たる新人さんってなかなかいらっしゃらないと思うんですね。うん。うん、あと現場、その場をイメージ、強くイメージしてとか。うん。うん。あとこれちょっと中身言っちゃいますけれども、私はカメラを置いて自分の喋ってる様子を撮ってもらうんですよね。うん。うん。で、それで自己評価をして、あ、この笑顔だったら大丈夫とか、この話し方だったら大丈夫っていう、その自信の中で、お客様の前に立ってもらうんですけれども、うん、それができてない方が、質と量、両方とも足りてない方がいらっしゃると思いますよね。うん、はい、うん。で、質の方は多分、コンサルティングで高めていけると思うんですけども、質と量と言われましたときに、今度量の方はもう時間をかけるしかないんで、結構なんか1年とか3年とか5年とかかかっちゃうって話なんですかね。はい、あ、かからないです。うん、はい、なんて言うんでしょう。ちょっと松竹梅じゃないですけれども、一応、コンサルアドバイスにもコースがありまして、はい、で一番初めは45分の2回のアドバイスなんですよね。はい、でも、その中でも、じゃあ、合計90分のアドバイスでおしまい。じゃあ、私はもう何にも練習できないのっていうことではなくて、練習の仕方を伝えていきますんで、うん、例えば出勤する5分前にこういうチェックをしてくださいねとか、仕事終わった後10分だけこのチェックをもう一回だけ練習してみましょうねっていうことを伝えていきながら、日々の練習、だから私から手が離れたとしても、アドバイスのサービスが終わったとしても、ずっと練習していけるような量確保、練習の量は確保できるようにはしてます。うん。それは新人さんに対してってことですかね。はい。で、新人さんっていうのは、基本的に実績もないし経験もないから新人だと思うんですよ。はい。で、新人さんが一番最初に取り掛かることが、今おっしゃったような質と量だとすると、うん、量はどのくらいかかるもんなんですかね。やっぱ45分で終わりってことはないと思うんですけど。そうですね。45分は、練習の時間に当てるんではなくて、こういうことが大切だから、これをしてくださいねって伝える時間がほとんどですね。うん、うん、うん。あとはその、まあ、新人さんというか営業マンさんの強み、はい、なし方、うん、性格、うん、今までやってきた部活とか、そういったことからも、はい、トークの構成っていうのはできるので、うんうん、その辺で時間を使っていこうかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい。そしてですね、ちょっと本題の方に入ってきます。すいません、これは事前の通告がないものなんですけども、はい、このコミュニケーションのコンサルティングじゃないですか。はい。コミュニケーション、ビジネス上のコミュニケーションって3種類あると思うんですよ。おー、はい。まずは集客のためのコミュニケーションです。はい。見込み客が全くない状態で、言ってみれば駅前とか街頭に立ってベラ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 喋ってる。もしくは、YouTube の動画をたくさん上げたりとか、ブログを書いたり、Twitter でつぶやく。そこにコミュニケーションが存在すると、なんか面白いこと言ってるなって形で、立ち止まる人がいて、チャンネル登録したりとか、フォロワーになったり、ファンができていく。っていうところで、集客のためのコミュニケーションというのが一つあると思います。お、はい。で、二つ目はですね、商品案内のコミュニケーションです。お、このコミュニケーションは、お相手の方が何に困ってるかを、こちらから聞くのではなくて、向こうから話させるようなコミュニケーションですよね。う
で、悩みを相談していただくところまでを、こちらで誘導していって、コミュニケーションで。そして引き出していったところに、自分はあなたの問題解決するものを、これだけ持っていますよっていうふうな、この、商品案内のコミュニケーションが二つ目にあると思うんですよ。で、ビジネスは、三つ目の、セールスが大事なんですよ。この最終的に、いくらですよ、というふうな、セールスが三つ目に入ってくると思うんですよ。その中で、この三種類に分けたコミュニケーションがもしあるとしたらですね、あざまさんは、どのコミュニケーションに、こう、一番長けてるというふうにお考えでいらっしゃいます？ちょっと難しいですけれども、一番最後のセールスではないなっていう感じでは、ね。セールスではない。はい。はい。まあ、クロージング。クロージング、うん、セールスではないですね。うん、うん。うん。最初のお客様との関係づくりとか、じゃあ、プレゼンをどうやって、わかりやすく刺さるものにするかとか、うん、どうやって、話の中で、自然と好感を持ってもらうのかとか、うん、その辺が私の強みなので、うん、はい。セールスではないかなっていう。はあはあ、はい。というと、集客、商品案内、セールスという3つのポジションがあるとしたら、はい、集客の方になるんですかね。どっちかっていうと、そう、うん、集客、でも一番商品案内ですかね。なるほど。じゃあ、2番目に集客っていうことになるのかな。そうですね。営業なので集客っていうのはどの部分に当たるのかっていうのがちょっと微妙ですけど、インターネット上では今少し勉強させてもらっているコピーライティングだと思うんですよね。で、コピーライティングと営業、わかりやすい営業トークっていうのはまた違うので、ちょっと違うかなっていう。はい。うん、私はその関係づくりと、はい、今おっしゃった3つの中では商品案内。ああ、なるほどね。はい。ということで、ね、多分ね、これ YouTube でたくさんの方が見られると思うんで、商品案内がいまいちちょっとね、苦手なんだよなって方が、もしかしたらこれ、あざまさんにお願いしますって来る可能性が高いかなと思うんですね。で、インターネット上のコミュニケーションっていうのは今お話したように、もうこの集客がね、ほとんどの人できないんですよ。うん、というのが、私は飛び込み営業してたんですけども、もしくは店舗営業してたんですけども、店舗って看板があるんですよね。で、チラシを巻けるんですよね。飛び込み営業はこちらから、こんにちはって行けるんですよね。インターネットは手がないんですよ。何にも。向こうから来ていただくしかないんで、とっても可愛らしい絵を描くか、綺麗な動画を作るとか、本当に注目されないといけないんですけども、ただね、もう今クオリティが高いものが山ほど出ていて、まあ普通の人がそれこそフリーランスでスタートしてもほとんど勝ち目がないんですよね。でもその中でも勝ち上がっていこうと思うと、とにかくアクセスを取らないといけないんで、非合法なことをするのは論外でですね、広告料をものすごくかけるか、さもなければ作業量むちゃくちゃいるんですよ。ですのでほとんどの方はその作業ができなくって挫折したりとか、アクセス取ろうと思って頑張るんですけども、まあ、例えば YouTube だったら動画をね、2、300本撮ってアクセスが伸びないからやめてしまうんですけども、で2、300本ってやったうちに入んないですよね。でこの辺の意識改革っていうのが最初すごく苦労するんですよ。で、それはまあ私の方が得意なんで、アクセスをね、皆さんに撮っていただいてるんですけども、ただその次の段階で、今度今、あざまさんが得意と言われててね、商品案内っていうのが、これがね、また難しいと。そもそも自分の商品が何なのかを、まあ強みっていうのがね、なかなか意識できないんですよね。うん、で、あざまさんは今、明確にね、商品案内が得意だよ。それが私の強みだよ。そのコンサルティングができるってことが、ものすごくわかりやすく伝わってきたんですけども、自分の商品案内がなかなか難しい人とか、せっかくの自分の特技ってものがうまく表現できない人が、これがね、せっかくアクセスが取れても、ものすごくもったいない思いするんですよね。で、きっと、そういう方への、コンサルティングが、もうベストマッチするのかなと思って聞いたんですけども、そんな捉え方で間違いなかったですかね。はい。ありがとうございます。はい、おっしゃる通りで、おっしゃる通りです。で、逆に言えば私も自分の強みとか、自分の商品とかっていうのを、なかなか受けづらい時期だったので、そういった視点で、お客様、相談してくれ、しに来てくれた方の気持ちっていうのがわかる面もあるんですよね。はい。なるほど。ちなみにですね、今日はちょっと YouTube の話を、させていただこうかと思って、ここまで進めてきたんですけども。はい。実は、あざまさんって、ブログもされてますよね。
はい。はい。ブログも結構見させてもらいました。ありがとうございます。少ない記事のブログを。ええ。いかがでした？そのライティングを、話の冒頭でライティングがすごく重要だよって言われてましたけども、ライティングっていうのはやっぱりこう、どっかで身につけて学んで、こう書いてみたのか、それとも、まっさらのところから作業量を増やすことによってトレーニングしていくタイプなのか、どちらだと思われます？私自身は後者ですかね。ああ、じゃあ作業をものすごくやって、はいはい、アクセスを取っていくって感じですか？まあ、アクセスは取れてないので、多分、成功の部類ではないんだろうなと思いますけども、それも勉強のしどころです。そうですね。やっぱりこう、コピーライティングってものは確かに存在するんですけども、誰がそのコピーライティングを使うかによって、だいぶ圧力が違うんですよね。文字にはその人の背景が重なってくるんで、例えば私が、なんか女の子にモテる方法っていうのをいくら書いてもらう、それ受けないんですよ。こんな年ですからね。どうせお前モテてないだろうって思われて終わりなんですよね。そんなことないです。例えばなんでね、すいません、ありがとうございます。助かります、そんなこと言っていただいて。まあでも、やっぱりこう、なんていうんですかね。見るからにオタクみたいなファッションの方が、アイドルとか、それから二次元の可愛いキャラクターの女の子の説明をすると、ものすごく説得力があるんですけども、例えばですね、こんな人があんなことやるのっていうギャップで売れる場合があるんですけども、やっぱほとんどの方はイメージなんで、白衣を着てる人が処方箋って言ったら、ピッと飲んじゃうんですけども、でも、なんかね、チェックの服着た人が、ちょっと汚い人がね、バンダナ巻いてこれどうぞってやっても気持ち悪いとかなってね、多分やらないと思うんですよ。まあですので、ね、コピーライティングっていうのは、じゃあ前提として誰がそれを発信してるのかなってことを噛み合わせないといけないところもあるんで、ブランディングっていうのが必要になってくると思うんですよね。で、まあ私の場合は、で、恐縮なんですけども、私はもう全面的にお金の問題解決をテーマにずっと話してるんで、それ以外のことたまにもやるんですけども、結構そっちの方はアクセスがぐっと減るんですよ、やっぱり。まあですんでね、自分の立ち位置っていうのは、だいぶ決まってきたかなと思うんですけども、それもやっぱり私なりに、今、あざまさんと一緒に、作業量を増やすことによって、何が受けるか受けないかっていうのが、なんか見えてきたんで、やっと始まったって感じなんですよね。まあですんで、多くの方には、きっと、作業量を突破していただくことが、インターネットではすごく重要になるのかなと思うんですよね。それは貴重なことを教えていただきました。恐縮です。で、ブログを書かれていてね、見させていただいたんですけども、今はそのエントリーっていう追加のブログの記事っていうのは更新されてない状態なんです。もうここ、4、5ヶ月ですかね。うんうん。出ないですよね。うんうん。うん。で、今。ある時期にわっと書いたんですけど。はいはい。うんうん。手が止まりました。これからもブログはやっぱりこう続けていこうかなっていうお考えなのか、それとも何か一点をこう、まずは攻略してみようかなって感じですかね。そうですね。やっぱり時間は有限なので、うん。どっちかっていうと、何かに集中して、一つ二つぐらいに集中して、やっていきたいなっていう気がしますよね。そうですね。やっぱインターネットで、アクセスを取ろうと思ったら、なんか最初はね、たくさんやるって説もあったんですけども、たくさんはほとんどの方ができないんで、一個すらできる人がいないんで、まずは一点集中で、一つを突破していくことかなと思うんですよね。で、一つが攻略できると、その一つの攻略したメディアで、ツイッターもあるんですよ。インスタグラムもやってるんですよっていうふうに横に広げることは結構楽なんですよ。まあ、ですので、これからあざまさんに私がね、僭越ながら、アドバイスできるとしたら、メディアを一個選んで、それをどん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 売り込んでいくとどうかなと思うんですよ。そうすることによって、多分3つに分類した一番最初のアクセスを集める集客っていうコミュニケーションは、結構ね、簡単に進んでいくと思うんですよね。で、第2段階の商品案内は、もうむちゃくちゃ得意だと思うんで、あざまさんは。うまくいくと思うんですよ。あとは、向こうからくださいって言われると思いますから、セールスは値段言うだけで OK かなっていうふうにね、私は感じましたけども、あざまさんがだからすごく、素晴らしいのは、その商品案内が得意だってことを自覚してらっしゃるところだと思うんですよ。で、ほとんどの方、今こうやって私がお話しても、結局何もできませんって言って、どうしましょうかなっちゃうんで、結構難しかったりするんですけどね。でも、あざまさんは、コミュニケーションの、まあ、まさに、コンサルティング、名乗るだけあってね、その辺が見極めてられてらっしゃるなと思います。
やっぱりこう、お仕事を今、いろいろされる中で、まあ、そういった営業が一番長かったっていうことだったですかね。うん、そうですね。職業としては営業なんですね。うんうんうん、ちょっと背景的に、もうちょっと、じゃあ根本的にはこれがやりたいんだなっていうのは一つあるんですけど、うんうん、また横に広げると大変なことになるので、まあ営業っていうことをキーワードに、はい、進めてます、はい。はい。ありがとうございます。まあ、大体ね、お話したいことは、まあ、まとまってきたんですけども、ちょっとフランクなことを聞かせていただきますけども、よろしいですかね。はい。はい、浅間さん多分年齢が、最初お話しくださったように、私と同年代と思うんですよ。はい。で、小学生や中学生の頃によく見たアニメってなんか覚えてらっしゃいます？私は宇宙戦艦ヤマトとガンダムなんですよ。ああ、私は普通、まあ普通にっていうか、ロボット系でしたね。マジンガー Z とか。おお、グレートマジンガー、グレンダイザー。まあ、はいはい、よく言う長い合計。はいはいはい。はい、ですかね。ああ、思い出しますね。はい。結構シリーズが長かったような気がして、ゴッドマジンガーぐらいまであったんですかね、あれは。あ、そうですね、マジンガー系は。はい。ええー。マジンガー Z とグレートマジンガーで、私も小学校、中学校ぐらい過ごしたかなと思うんですけども、ロボットアニメっていうのは、なんですかね、もう自分がすごく強くなったような気持ちがするのと、うん、あと当時のヒーローって、まあ、本当の意味で憧れっていうかね、強くて優しくって、ちょっとジョークが面白くって、みたいなね。まあ、そんな姿に憧れたものですけども、今私たちこういう年齢になって、若い人たちにヒーローってものを教えるとしたら、なんかどんなものがあるかなって私ね、すごく悩むことがあるんですけども、東さんなんかお考えありますその辺。ヒーローっていうよりも、うん、まあ、ごめんなさい、ちょっとまあ質問からあれかもしれないですけど、あ、全然、はい。ご自身、だから、まあクライアントっていうか来てもらった相談者の方の、はい。本来の姿、はい。が、ヒーローでいいんじゃないかなと私は思ってるんですよね。うんうん、なりたい姿？はいはい。うん。なるほどね。まあ、この人がっていうのはなかなかいないので、うんうん、まずは第一段階として、うん、第一段階としてそれでいいんじゃないかなって、思ってます、うんうん。はい、ありがとうございます。ちょっとね、まあ、フランクな話題だったんですけども、結局ビジネスにつなげてしまってすいません。好きな音楽ってのはどんなのがあります？私は何でも聞くんですけれども、うん、まあやっぱりよく言う80年代、90年代ぐらいのが一番いいですかね。うん。うん。アーティストとしては、尊敬してるのは松山千春さん。ああ、いいですね。はい。うん、はい。とても素敵だと思います。ええー。私はね、この前ね、南こうせつさんの歌を、路上で聴くことがあってですね。フォークシンガーやってる人がいるんですよ。はい、まあ今、こういう時期なんで、少なくなっちゃったんですけども、まあ、その中でも歌ってる方がいてね、あ、やっぱりあの頃の歌って、まあいいなと、うん。当時、とってもね、なんかこう、ときめいた、青春ときめいた自分の気持ちが、この年になっても、やっぱ蘇ってくるなと思って、音楽っていいもんだなと思ったんですけども、もうまさにね、音楽っていうものは、そのメッセージが入ってるんですよね、歌詞に。うん、そしてそれが、歌詞にものすごくマッチしたメロディーとともに流れてきて、つい足を止めてしまうところに、あ、こういう風にね、トークを展開させたいな、みたいなね、うん、憧れを持ってしまいましたね。何十年経っても響いてくるみたいなね。それは私も感じます。うん。ビジネスっていうのは、たった自分の中での一面しかなくて、はい、自分の伝えたいこと、一人の人間として、一人の男として伝えたいことを、どれだけきちんと、100% 伝えられるかっていうところだと思うんですよね。うん。それが仕事してるときはビジネスであり、男性として、親としては子供に対してであり、はい、友人に対してとかっていうだけの話だと思うので、うん。なんでしょうね。なんかスキルって言っちゃうとちょっと違うんですけども、うん、本当に伝え方なんですよね。話し方。うん、はい。うん。まあ、少し技術的なこと。を知れば、本来の自分をきちんと伝えられるんだっていうことを知ってもらいたい。ああ、なるほど。いうところですかね。なんか、あれですね、今の話聞くと、今日のがむちゃくちゃ綺麗にまとまったような感じがしますね。あ、本当ですか。さすがですね。うん。いえ。本当、伝え方っていう風なね、言葉に全部入ってると思いますけども、はいはい、ものすごく大切なもの、うん、それから綺麗なもの、貴重なものでも、
伝え方っていう、伝えるために乗っける、まあ言ってみれば車がですね、ポンコツだったら途中で壊れてしまいますから、壊れた状態で相手に伝わっちゃいますよね。でもやっぱり自分の気持ちを優しい乗り物に乗せて、そっとふわっと届けてあげること、時にはものすごく強く打ち立ってあげることで、人の胸に響くような、そんなメッセージが届けられるんじゃないかな。そしてそれがね、あざまさんの得意分野なんじゃないかなと私は、この30分、話してて感じたんですけども、そんな形でよかったですかね。はい。ちょっと照れちゃいますね、横まっすぐ言われると。いや、でも私は本当にそう感じたんで、はい、ぜひこれからね、まあ、速稼塾というコミュニティ、私のチャンネル登録1万4000人以上いて、毎日300人とか400人増えてますので、きっとあざまさんがこれからね、メッセージを、まあ、動画を中心になるかもしれませんけど、音声かもしれませんけども、私の方に、まあ、メールかなんかで届けていただければ、それを私の方から拡散することもできると思いますから、何かしらの縁は始まると思うんですよ。で、今日早速ね、お一人ですけども、コージさんと方がいらっしゃってですね、ちょっと告知期間短かったのと、あと、3日前にズームライブやったばっかりなんで、結構不利な日程ではあったんですけどね、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。まあ、本当に最初の、セミナーっていうかね、ズームでね、お一人でも来てくださって、本当ありがたいですね。はい、ありがとうございます。コージさん、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。で、明日、明後日のいずれかで、この動画は、配信させてもらいますので、はい、まあ、その時にね、あざまさんのところにもしメッセージが来るようでしたら、返信の方をね、していただきたいんですけども、連絡先はどういうふうなところでしたらいいですかね。はい、メールでいいと思いますけど、どうお伝えしたらいいですかね。はい、メールでしたら、じゃあ私のこのズームライブの動画が YouTube に上がりますので、概要欄にメールの方を載せてもらっていいですかね。はい。はい。じゃあ、あざまさん、メールアドレス、お問い合わせはこちらみたいな感じで、動画概要欄に載せておきますので、はい。ありがとうございます。すぐにあるかどうかわかりませんけども、YouTube ずっと残りますので、はい。はい、ここからはあざまさんと私のコミュニケーションが増えれば増えるほど多分その可能性は高まると思うんですね。ぜひね、答えてあげてください。結構コミュニケーションでね、つまずく人も多いと思いますんで、非常に、あざまさんが頼りになると思います。はい。はい。じゃあ、30分来ましたんで、今日はこの辺でよろしいですかね。はい、ありがとうございました。今度また長く、1時間くらい撮ってやらせてください。話すネタがあるかどうかわかりませんが。大丈夫です。事前通告いたしますんで。わかりました。準備しておきます。はいはい。今日はどうも、すみません。お忙しいところありがとうございます。こんにちは。こちらこそ、ありがとうございました。はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。失礼します。ありがとうございました。お疲れ様でした。